県外の大学なのでなかなか難しく親の協力が必須です。泣き寝入りするしかないのでしょうかという。なるほどね。うわー、なんか今この質問聞いてちょっと本当に僕もそのやり行きたいんだとか言っとけばよかったなってすごいちょっと今後悔します。その手があったか。武田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね。本当梅雨だよ。いや梅雨ですよ本当。もう何を見てたの。梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ僕は本当。バイクはもうバイク錆びるしバイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない。逆に確かにそうですね。天気いいとさ、うん、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ。確かに。まあそんなね悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は受験相談 SOS。 八海先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、高1です、うん、オープンキャンパスに行きたいのですが、親に相談したところ、志望校を確定しないのに行く意味がない、うん、高校1年生から大学のことはことを考えるの早すぎると、取り合ってくれませんと。なるほど。はい、一人で行こうにも県外の大学なのでなかなか難しく親の協力が必須です。泣き寝入りするしかないのでしょうかという。なるほどね。切実な悩みですね。難しいところだね。まあこれはちょっと確かにいますよね、うん、こういう、はい、家庭とか、まあ、確かに僕も高校1年生の時に、うん、確かにあんまりなんか遠くなんか北海道行きたいとかだと、はい、多分いやだいやみたいな感じで言われたことがあるんですけど、ね、はい、東京とかだったら全然、まあね、はい、それは例えば千葉に住んでて千葉大学見に行きたいっていうのとさ、はい、九州に住んでて北大行きたいですとか違うからね。そうですよね。これは難しいよね。うん、親からしてもねなかなか気軽に OK してくれない場所によってはあるかなと思うんで、はいはい、まあこれはでもなんかちっちゃいとこから地道にアピールしてくるべきじゃないですか、うん、そうですね。例えばそのパンフレット取り寄せてみるところから始めてみたりとか、そうですね、うん、その僕だったらじゃあ1年生の時はもう最悪ダメだったとしたら、うん、もう2年生までにそのじゃあその大学のに受かるように、うん、やっぱ勉強をちょっと少しずつ親にアピールしつつ、うん、そういう中見先生が言ったまあパンフレットとかちょっとこの、ね、リビングとか、うん、そういう親見えるとか追いつつ、ね、で、うん、2年生で行くために半年ぐらい前から、はい、今年の夏はここに行きたいっていうのを言い続けて、うん、で勉強も頑張ってそれで言いますね、まあ、そしたらOKでしょそこまでしてダメな親さんいるんですかね。だあとそのちょっと気になるのが、うん、オープンキャンパスに行きたいのは志望校確定してないのに行くっていうところが、はい、じゃあもうそこ志望校にするしかないんじゃない本当に行きたいならっていうところ。なるほどね。ちょっと悩んでるレベルとかであれば、はい、いやそのレベルだったらじゃあ近場の大学行ってくよ行ってよみたいな風に思われちゃう可能性もあるかなっていうのは。確かに自分も旅行行きたいがためにさ北大と沖あの琉球とか行っちゃうかもしれないだからまあ悩んでる候補の一つぐらいであれば、はい、正直ね、うん、だ行って固めたいっていうのもちょっとあるとは思うんだけど、ただそこの理由であんまり遠いところは許可してもらえない可能性は割と高いかなとは思うから、うん、なるほど。うわー、なんか今この質問聞いてちょっと本当に僕もそのやり行きたいんだとか言っとけばよかったなってちょっと今後悔しますその手があったか、はい、オープンキャンパスだから行けるっていう手があったのか。いやいやいや、この人は本気でね行きたくて悩んでるのかもしれないから。あ、そうですね、はい、うん、だけどでもその悩むレベルであればやっぱりまずパンフレットとかの部分から始めていった方がいいかなっていう、そうですね、ところだと思いますね、うん、なかなかねやっぱそんな簡単には許可してもらえないかなとは思いますね、うん、入試じゃないしっていう話だからね。確かに、うん、そうですね。なのでまあやっぱりちょっと日々の努力が、はい、これは必要かなと。そうですね、ちょっとしたアピールから始めていくところが、はい、うん、からやっていった方がいいかなと思います。はい、はい、まあで 個人的には普通にオープン教材行った方がいいですよね。そうですね、はい、行けるんだったら、はいはい、なのでちょっとそういうところから、うん、行動を移してみてくれればと思います。はい、はい、今回は以上です。はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、ここですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして。すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転合格 .com。 あ、それだそれ、逆転合格 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、すごいですか、おお、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。